ぴったりの中古車をご紹介します。 YSP アナプタ中古車、つばこさん。 YSP アナプタ中古車担当の三浦です。今日は大変珍しい車両です。TW225 という、車両のご紹介です。はい、もう今となってはかなり昔一世を風靡した車両なんですけど、2000年ぐらいに、確か、ビューティフルライフというテレビドラマに、某有名な俳優さんが、そのドラマの中で乗っていた車両ということで、なんかそれだけでバカ売れしてしまったという。しかもこれは車両としてはこのオートバイはノーマルなんですけれども、シートの下の部分エアクリーナーとかそういったところを、当時スカチューンといって、スッカスカにしてシンプルにして、余分なものを取り払って、ダウンマフラーをつけて、ね、街の中をこう走るというね、恋愛ドラマなんですけれども、それで非常に一世を風靡した車両です。2000年、この TW225 って 225cc、 正解には 223cc になってから、だいたいこうその前身は200だったり、したんですけれども、トルクがだいぶ増しまして、今のセローという250のオートバイの、前の方が、と同じ、エンジンで非常に、トルクフルなで、街中からオフロードまで、走破できる車両です。一番の特徴はこの後ろの極太タイヤ、まあフロントも非常に太いんですけれどもね、この太いタイヤがアスファルトの上もがっちり掴んでね、オフロードは相当わだちと呼ばれるね、通常オートバイが通った後の溝をね、普通のオートバイよりも太いタイッですので、そのわだちに入らずにね、トレースできるという、林道行っても非常に安定した走りができるというところで、そういった車両です。こういう大きなリアキャリア、この純正のキャリアですがオプションでついてます。オートバイとしてはこの、エンジンなんかだいぶ走行距離が、こう走行距離乗ってますので、スタータークラッチとか、バッテリーとかは新品になっています。あとタイヤが前後だいぶ減りつつあるもんですから、前後とも交換して、販売しようと思ってます。2003年式の、走行が49,403km、価格は275,000円税込みです。この車両 TW225、ご興味のある方は YSP 豊川三浦もしくは店長の番までご検討よろしくお願いします。